つもありがとうございます。お礼を言う態度ではない気がするけど。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで早速、マンションってこう。お、ハートマークがあったぞ、今。え、しかも、アイナのとこじゃなかった、今。え、待って、こっちにもハートある。あ、ここにも。三つある。ちょっと待って。とりあえず、アイナのところはあれでしょ、子供でしょ、そんな格好してましたっけそんな格好してましたっけちょっとびっくりしたんだけど。切ない。私と赤花、の間に子供がいたら、今度は女の子かなぁ。あゆいちくんがおるけんね。いいね。ですよね。うんうんうん。二人目だ、二人目だ。あんなに子供ができなかったのに。いいね。よし、服を変えようか。どうしようかな。海賊、カウボーイ、ガウン。貴族、カンフースーツ。割烹着でちょっとおばちゃんっぽくなろう。はい。割烹着をプレゼントしました。でも今までよりだいぶマシな気が。ありがとうございます。私からのお返しです。ほいほい。お宝、金貨をもらいました。お礼にこれもあげます。ん？さらに？実用品、毛染めスプレーをもらいました。ありがとう。この島の人たちがみんな仲良く暮らせたらな、と思います。うんうん。とりあえずね、全員結婚していただきたいわ。はい、エスカルゴ。いただきます。どうぞ。どうでしょう。あ、美味しくなかった。マジで。食べてみたいなって思うよけど、私苦手な感じかな。はい、それじゃ、あ、はい、二人目。ノアくん。お、ってことはノアくんとこも子供かな？ですよね。僕とあっさんの間に子供がいたら、と想像したりします。ノア君とあったもん、もうだいぶ子供おる気がする。何人目やろ。はい、それじゃあ道具で、ゴルフクラブを。はい、どうぞ。道具、ゴルフクラブをプレゼントしました。お礼にこれもあげます。ほいほい。実用品、風邪薬をもらいました。ありがとう。自分に生まれてよかったと思います。まあね、今絶好調やもんね。幸せ。はい、ステーキでもどうぞ。いただきます。ほいほい。どうすか。まあまあ美味しかった。うんうん。ちなみに、子供はのりちゃんとのやりちゃんか。ってことは次3人目。うんうんうん。いいね。さあ、それじゃあ、友達マークもいっぱいあるんやけど、喧嘩かな。紹介であっていただきたい。お、キャラメルさん。お、お、お。誰すかね、相手は。どうしよう。へへ、ヨミさん。マジで？ヨミさん。いや、ダメなんだよ。ダメなんだよ、それは。いや、でも一応当たって砕けようか。ヨミさんもうね、子供二人できたからね。可愛く言ってみます？喫茶店で。とりあえず帽子だけ外してく？これで行こう。それでは、勇気も出して告白してきます。いってらっしゃいまし。後ろにいるのは一体誰だろうか。ん？ユーサさんかな。ねえ、今日から付き合おっか。ああ、すごく可愛く告白しているのに。おーっと。なるほど、入ってくるのね。ヨミさんモテキ来たんですけど。本当にあなたも好きなのは私です。そしてずっと笑顔のキャラメルさんが怖い。私の方があなたのことも好きに決まってます。
ダメだよ、ちゃんと断って。っマジでリボちゃんもほんと超モテ聞きたやん、ヨミさん。本当の本当にあなたの言葉好きなのは私です。さっちゃんと二人で喫茶店に来てたこともあるのに、その時に好きになってしまったの。ヨミさん、誰も選ぶんですか？ヨミさん、ちゃんと全員断ってね。ちゃんと。全員ごめんなさい。まあね、だって今ね、ラブラブやもんね、普通に。はい、撃沈。はい、撃沈。そういうこともあるよ、あるよ。リベンジはさすがにないかな。どう？ですよね。まあほら、他にいい人はいっぱいある、ある、いる。他の人行こう、他の人。気持ち切り替えて。あれ、なんか友達マークだいぶ減った？え、喧嘩してる。ちょ、他の人。おー、喧嘩だな。もう喧嘩だな。まあ、とりあえずじゃあ、アスムを眺めますか。ナダさんと喧嘩してんの？僕、珍しく怒ってます。珍しくないよ、別に。ほら、落ち着こう、とりあえず。あ、ちょっと待って。あれじゃん。ポトフ食べさせたら多分一発で。ポトフ、ポトフ。飛んでいこう。いただきます。うんうん。宇宙まで飛んでいこう。はい、来たー。これで一瞬でご機嫌なはず。はい。うまーい。仲直りしてね、奈良さんと。部屋行こ、部屋。超大好物だったようです。自分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃい。逆に興奮してそうやけど。超大好物食べれて。さあ、どう？もう明日のは超スッキリしてるけど。奈良さんの方は落ち着いてくれる？この間はごめんなさい。許しません。うわ、速攻で。速攻で。お断りされたんだけど。まあね。この間はっていうか、ついさっきまで喧嘩してたからね。人生、そううまくいかないものですね。まあね、自分が、機嫌直ったからって相手も機嫌直るとは限らない。悲しいまんまだな、ユニポンちゃん。早く戻れよ。早く戻って幸せに。じゃあ、あやかちゃん、こっちは、きっちり解決できますように。腹が立つことがありました。まあまあ、落ち着いて。相手は誰？ライチと喧嘩しました。ライチちゃん。腹が立ちます。うんうん、落ち着こう。じゃあ、このイライラを沈めてください。じゃあ、とりあえず、バナナ。はい、バナナでもどうぞ。どうすか？まあまあ美味しかった。微妙だな。微妙だな。ちょっとライチちゃんの方行ってみよっか。ライチちゃん、家か。お呼び出しをしましょう。帰ってきた、帰ってきた。料理人ライチちゃん。同じ怒り方するんだな、二人は。ほら、落ち着いて、柿でも食べて、機嫌を直して。どう？まあまあ、微妙だね。微妙ですね。お、レベルアップ。怒りながらもレベルアップ。浴衣とか着てしまおう、ちょっと。はい。女物の浴衣をプレゼントしました。いつもありがとうございます。お礼を言う態度ではない気がするけど。
から金貨をもらいました。ありがとう。あやかと喧嘩しました。あ、そっかそっか。腹立たします。いや、もう落ち着こう、落ち着こう。じゃあ、このイライラも沈めてください。じゃあ、ちょっとライチちゃんは、ブランコで風になろう。はい。ちょっと、天井からぶら下げてみます。どうぞ。さあ、これで、風に。強く強く。はい。強く強く。いい感じ。ナイス。ナイス。ありがとう。何がナイスか知らんけど。何がナイスかわからんけど。お、いい感じ。いいね、いいね。上手。上手。あ、今、風になった気分です。これで気分も良くなったでしょう。気分が落ち着きました。うんうん、仲直りしてこようと思います。いってらっしゃいませ。両方ともちょっとすぐには機嫌ね、直らんかったけど、どうやろう。今の手あげても絶対見えてないよね。この間はごめんなさい。こちらこそごめんなさい。はあ、よかった。女の子の方はちゃんと解決したよ。うまくいきました。やったね。ありがとうございます。仲直りできました。うんうんうん。お礼にこれもあげます。なになに？実用品扇風機をもらいました。ありがとう。たまに喧嘩もしますが、風の影は親友です。いいことやね。まあ、喧嘩ぐらいあるさ、仲が良ければ。一軒家の方はどうかな。一軒家の方は何もマーク出てないね。そういえば、さっちゃんとよみさんの子供、よっちゃんがね、ちょっと成長したんよ。成長して、はい、こんな感じで、お、リムちゃん遊びに来とる。なんかめっちゃ眠そうやけど。誰もいなくなった。な、急にみんなどこにも。どうした？出かけた？急激に出かけた？はい、それじゃあみんなに募金を募ります。さあみんなじゃんじゃん入れてって。どんな場所にいても、バイト中であろうと、募金を募るわ。すべての島民が集まってくれるという。今日は 27,100 円集まりました。ありがとう。はい、そして、朝市。美味しいフライドポテトだよ。あ、いいね、ポテト。いらっしゃい。買います。今日はおまけしちゃうよ。お、おまけ。実用品催眠術セットをおまけしてもらいました。めっちゃ怪しげなおまけ、ね。ライドあり。はい、そして、ミニュース見てこう。ニュースになりました。ミニュースをお伝えします。お願いします。ガソリンも電気も使わない、文字通り、究極のエコカーが、ついに発表されました。多くのマスコミや、一般ユーザーが見守る中、大々的に試乗会が行われました。もうエコカーって言ってもな、人件費が。実際に試乗した台湾さんは、環境問題は、これで解決だ。もしかしてあれ、自分の車を自分で引き寄るってこと？車いらなくね。車ある方が遅いよね、それ。うんうん、どういう勉強になったんだ。ありがとう。ほい、それじゃあ。のやりちゃん。入ります。また兄弟が増えるってよ、のやりちゃん。おはようございます。おはようございます。新しい服が欲しいです。お。みんな衣替えだね。のやりちゃんも、浴衣着る？はい、どうぞ。結構気に入ったようです。お、よかったよかった。そして、レベルアップー。
はい、それじゃあ道具で何がいいかな。 CD。 はい、どうぞ。道具、CD をプレゼントしました。お礼にこれもあげます。ほいほい。実用品、万華鏡をもらいました。ありがとう。限界を決めるのは気分なんだと思います。限界がないと思えばどこまでだっていける。はい、さっき買ったばかりのフライドポテト、どうぞ。どうすか。まあまあ美味しかった。よかったよかった。ポテトは美味しいよね。マックのポテトも美味しいし、映画館でも私はポテトを頼むし、うん、カラオケに行ってもポテトを頼む。基本ポテトは美味しい。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、あれよね、ヨミさんがすごいモテ期がやってきてしまったから、なんだやっぱり結婚した人の方が魅力があるのだろうか。さっちゃんもうかうかしてられん感じに。